これじゃ死ねないだろう。右手は握力がないんだよ。ミュンヘンの図書館でドクターテンマに撃たれてね。あそこで彼を殺すくらい容易かった。でも殺しちゃいけないんだ。ドクターテンマは残る人間なんだよ。彼は最後に残って一人ぼっちになる。一人で寂しく死んでゆく。名前もなくね。これがヨハンの計算だ。ドクターテンマはヨハンの見た風景を見ることを許された。俺もその風景を見たい。俺は見たい。ルンゲ警部、あんたは見ない。あんたは死ぬ。これもヨハンの計算だ。計算だと？私の頭の中のコンピューターではそんな計算は成り立たん。答えろ。ヨハンはどこだ？